しいのはすごく美味しくて、はい、顔やばいよね。おはようございます。2日目です。朝ごはんです。マジで美味しそう。どうかいただきます。今出ました。でバスの中です。送迎ので、駅に向かいます。はい、2日目です。なんと僕たちまた富士急アイランドに戻ってきました。その理由はなんと白のトーマスランドのショップが昨日は閉まってたから、またグッズを買いに来ました。全然めんどくさくないです。全然めんどくさくない、ね、そういうことで、もうレンタカー借りたんですよ。レンタカー、これノート、そうだからレンタカーで行きましたね。後ろに見えるのは、はい、皆さんご存知の通り富士山です。日本で一番高いジェットコースター。暑い暑いのにパーカー、暑いのにパーカーマジバカだね。これしか持ってきてないんだよね今日はね。マジでほぼね、メイク僕は半袖あるんですけど、半袖になると富士急アイランドがざわつくんで。てか普通に子供たちのところ行くから、もう半袖はちょっとダメって言ったね。 TPO だよね。マジで桜綺麗だよ。ほら分かる。ハー君はね、もう今日めちゃくちゃ早起きしたから眠たそう。また来た。ハー君はね、そこのね列にね並んでる。そこにいる。来ました、パーシー。ハー君が大好きなパーシーが かっこいいね、ハー君。ハグ見て、見てごらん。これ走るやつだよ。それ走らんやつ。これ走るやつ。見てこの量、いっぱいあるんですよ、ここにも。いっぱい買ってあげる、トーマス。誕生日やから。誕生日ね、誕生日プレゼント。クリスマスの時よりそれ多いよな。はい。それもいるん。いるよる。ここに入る分だけ買ってあげようと思って。まだ入るので、まだ買います。やばすぎ。かわいいね。兄ちゃんはミルク飲むよって。今日はマジで暑すぎてるじゃない。はい、そうです、暑いです。昨日に比べて全然違う。マジで昨日は寒かったし、昨日は寒かった。もうなんかもう洋服困るわ。でそれなんで、こっちに住んどる人すごいよね。ここはさっき言ってたとこは、ここでトーマスのグッズがたくさん売ってるところです。しか売ってない。いやマジですごい。今ハー君はね、あっくんと遊んでる。
ス大好きだもんな。ねえ、嬉しいね。すごいよ、普通に再現度高いよ。いや、マジ高い。私見えないな、すごい。寂しいです、僕もだよね、わかる。お前にちょっとだけ聞いてね僕に乗っているあなたは絶対に窓から体を乗り出しちゃダメだよ。落ちたら怪我をしちゃうからね。怪我しちゃう。それじゃあ運転手さん、そろそろ準備はいいかい？よ。それじゃあみんなで出発進行で出発しようね。行くよ。トーマス出発の仲間だね。みんなドライドエビが見えてきたよ。僕も夢中になってます。ね。おいバディ。すごいよ。見て。いいね。やるでしょ、トーマス。ごめんよ、バーディー。今からエルスブリ地域に行かなくちゃ。また今度競争しよう。そうだね、トーマス。大きな骨や足跡がたくさんあるけど。ね、みんなこれ、なになに、教えて。恐竜の骨？恐竜の骨なんだって、トーマス。帰ったら、マッサキアにお知らせしないと。いっぱい買いました。イエーイ。戦利品がいっぱいあります。戦利品です。楽しんでた ね、 本当ね、よかったね。2日間連続でトーマスなんで、今から河口湖行きます。いやー、やったスーパークールな水なんだ。じゃあこれでジャンプで、ジャンプで、ジャンプで移動ね、ジャンプで移動はい、行くよ。はい、せーの、はい結局どこ行った？え、ご飯は？その辺。その辺で食べる。うん。オッケー。でももう2時やん。屋台でも出てないの？いやー、ないでしょ。うそやん。絶対上がれるようなやつじゃないよね、あれ。なんか違うと思う。なんかすごいことね。すごくない？すごすぎる。ハークは寝ちゃったの。疲れて。かわいい。河口湖に着きました。すごい。すっごい広い。あのご飯屋さんが何も開いてないっすね。閉まるのが早いみたいで。愛子が、愛ちゃんがいじけてます。だからソフトクリーム一旦食べます。なんでいじけたん？愛ちゃんお腹すくとマジでやばいんよ。もう見てほら、ブレブレやろ。テンション上がってないもん。見てないもんね、画面を。寄ってけし。あ、上はあの辛いんじゃねって。どっちにしろ開いてなかったな。全部クローズ。ちょうど全部クローズ。しょうがない。アイス食べよう。正直言うと、ちょっとあんま分かんないです、川口湖。あ、持てるよ。ありがたい。この適当な感じ、これがいいんです。これがいいんです。いただきます。これ抹茶味でね。うん。めっちゃ甘いわ。甘いんだ。うん。うまい。なんかあんまソフトクリーム食わんから、分からんけどめっちゃうまいですね。実はもう駅に着いてます。もうあの時ご飯を探してたんですけど、もう全くお店が開いてなかったから、
レンタカーでもう何でもいいからご飯食べないといけないからバーミヤンに寄りました。あ、結局ね。もうめっちゃ笑ってるし、それでレンタカーを返して駅に着きます。です、もう帰ります。電車に乗って焦ってますよ、本当に。あのね、本当焦ります。はい、焦ってます。以上です。てか今気づいたんだけど、焦りの旅だった。あっくんと私の帽子オソロなんだよね。仲良すぎだろ。打ち合わせなしやで。楽しかったです。家散らかってますけど、うん、はい、たくさん買いましたよ。ピアすげえことなってんの。ピアス外れたんですよ、キャッチが。今ちょっとこんな感じなんですけど、今すいません。これは分かる。あー、オッケーオッケー、はい、これは正直、うん、座れば開いちゃう。いや、いけん。これは正直もうちでみんなで使えるティッシュケースです。これはハグもティッシュケース。かわいい。これでハグもティッシュが好きになるでしょう。はいはい、ハグどうもティッシュ。次、ドーン、じゃじゃーん。これお菓子入ってるんですね、中に。ハグが一番欲しがったやつです。ハグこれ一番好きなやつじゃない。ほらほら、バーすごい喜んでる。次です。で、それは楽しそうだよね。そう、これは心で走る形合わせでございます。うんうん、あとのトーマスですね。で、進むんだよね、普通に。次、お風呂でトーマス図鑑。これで息子もお風呂が大好きになります。うんうん。きっとですね、こう、そうですね。こういうにこう、トーマスのキャラクターとかね、うんうん、いっぱいこう書いてありますね。外に持っていけたりもするらしいね。これ、トーマスつないでコロコロコレクションのゴードンでございます。はい、ゴードン。これまあ後だけよ。これこのタイプのやつ、これスペンサーと、はい、タクが大好きなパーシーも描いてます。はい、パーシーも、お人形ですね。はい、そうです。ジェームスです。ジェームス、はい、まあ、こんな感じでですね、お金は全く気にせずにいっぱいハクが手で取ったものを買っていきましたね。はい、喜んでくれて何よりです。顔面が終わってる、2人とも。これ見て、これほんまに嫌。これ疲れましたね、旅行ね。疲れた。うん、疲れました。今度はもうちょっとハクもみーちゃんも近すぎだろ。自分たちでどうかこうね、みーちゃんが歩けるようになるともうちょっと楽なんですけど、うん、で、ハクももうちょっとね、だんだんお話もできるようになってきてるんで、うん、またどんどん楽に、旅行が楽になっていくと思います。まあ楽しかったです、すごい。確かに、はい、またみんな見てください。じゃあ、うん、僕はこれで。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、シェアお願いします。ハク、なんかもうちょっと買った気がしたわ。